いつも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日はこちらの加圧式粉末食器についてご説明いたします。こちらですね、古いタイプの加圧式粉末消火器になるんですが、失効しているため効力が失われて消防法上の消火器として使用することはできません。内部構造ですが、現行のですね、加圧式とですね、ほぼ同じです。まず上下レバーがあって、使用済みの表示装置、キャップ、ホース、ノズル、加圧用ガス容器、サイフォン管、粉上がり防止用封板、ガス導入管、ここまではですね、同じなんですが、大きく違うところはここ、安全線のですね、部分になります。今の現行品はですね、安全線は内径2センチ以上、黄色仕上げのですね、リングになってて、上にですね、引き抜く形で統一されてるんですが、昔はですね、いろいろな方法でこの安全線に該当する部分、操作がありました。こちらもですね、特殊な操作でこのロックをですね、外す、そういったですね、タイプになります。古いですね、加圧式粉末消火器の場合にはですね、各構成部品に、劣化がですね、大半が見られるのと、あとですね、加圧式の場合には使用時に加圧用ガス容器を破って一気にですね、圧力をかけるタイプのため、本体容器などはですね、著しい劣化があると、破裂する危険性もあります。なので古いですね、加圧式の粉末消火器は、絶対にですね、使用せずに専門の業者に依頼して廃棄処分されてください。